皆さんこんにちは、ペソでございます。ドラクエ4を続きやっていきたいと思います。2章に入りますね。昔々あるところにアリーナ姫という、それはそれはおてんばなお姫様がおったそうじゃと、その国の王様は姫のおてんばさに頭を抱える毎日、ある朝姫を呼びつけたのじゃよと。お、すまない。はい、行きますね。姫様、アリーナ姫様、お父上がお呼びですぞと。おう、アリーナか。爺から聞いたのだが、力試しのために出たいと申しているとか。ならぬぞ。お前は女、しかも我が国の姫なのだぞと。怪物どもが住む外の世界へ力試しに出るなど、この足が許さんとね。よいな、この城から出てはならぬぞ。では下がってよいと。王様は姫様のことを思って入っておられるんです。何とぞ聞き分けられますよと。ブライさんだよね。姫、少しは女らしくしていただかないととね。お亡くなりになったお妃様はとても上品な方でしたのに、姫の教育係としてこの爺は王様に合わせる顔がありませんぞと。まあちょっといろいろね探してみましょう。入れないんだよね、鍵があるから。姫様の寝室の壁は修理を頼んでおきました。もう壁を蹴飛ばして壊したりなさりませんようにと。まあこれがね、脱出のあれなんだけどね。はい、早速装備しておきましょう。結構ね、鉢も上がるんですよね。これは姫様、壁を修理しておりますんで、茨芝生のご辛抱と。こんな感じですね。板を張ってるんですよね。ね、皆さんね、アリーナ姫様ご機嫌麗しゅうございますと。あ、腹が減った、早く飯の時間にならないかなと。ね、さてお食事の支度をしなくては。あ、忙しいと。うん、薬草発見。私は旅の商人ですが、この城のお姫様はとんでもないおてんばだとか、一度会ってみたいものですな。わはははってすごいね。どうかよろしくください。その人はいい人なんですが、どうも口が悪くてと。ああ、クリフトさんいましたね。ジーヤのブライ様から伺ったのですが、アリーナ姫様は一人旅に出るおつもりとか。どうかそのような無茶はなさらぬように。姫にもしものことがあっては、このクリフト、いや王様がどんなに嘆かれることかとね。うん、聖水ね。本かなこれは。信仰と祈りという神学の本がある。本の間に何か挟まっているようだ。なんとアリヒタの隠し通りしたブロマイドが出てきたと。これクリフトさんの部屋なんでしょうね。この辺は何もなさげねえね。出してくれないんでね。もし姫様が旅に出たなどと世間に知られたら、悪いやつが姫様を狙うかもしれんのと。これで多分修理が終わってるかな。フラグ立ったかな。あ、いないね。
ありな壁を調べた。板で修理してあるだけなので蹴破れそうだ。蹴破りますか。 GO! 一発。あ、にゃんこ発見。まあこんな感じですね、外観としては。でここから飛び降りれますので、あ、出てきた。姫、お一人で旅に出るなどとんでもない。どうしてもというのなら、このジーメもついていきますぞと。及ばずながら私も姫様のお供をいたします。さあ参りましょうか。ということでね、3人のパーティーでね進む形になります。さあしばらくはねレベル大体4か5を目指して、あ、それより強さ見ときましょうね。まあコンボヒノキの棒なのでね、100ゴールドあるので、まず武器なんですけど、武器はなかったかな。ここは商人仲間から聞いたんですが、隣の城のお姫様が旅に出たとか。あ、内緒ですよと。これがね、そう、あ、ね、お城のアリーナさんみたいに強くなるんだ。てやーたーとね。この町より北に進み、東の山奥に小さな村がありますわ。俺はこの甘さに一目惚れしちまったんだ。結婚してくれないかなと。いけませんわ、私は神にお仕えするもの、神に捧げた身でございます。私は詩人のマローニですとね。青い空と流れる雲たちとね、曲が分かればいいんですけどね。上は誰もいなかったんで、また夜なんと変わるのかもしれないですけどね。あ、そうそう、武器はここか。まあ2しか変わらないんだけど、どうしようかな。まあいいか。うん、これでまあコンボを売れるんで、コンボブライさん、あ、装備できないんだ。はい、こんな感じだね。お、種が出てきたよ。子供の頃はね、今のこの後ろに、今画面の上のところに見えてる縦看板がね、気になってしょうがなかったですよね。あとは宿屋改めですね。ああ、ここもそうだ、鍵かかってるんだ。ほう、女たてらに近い道のたびに。しかししばらくは町の周りで力をつけることだなと。まあ言われた通りにしましょうか。ほほ、ブライさんの回転の位置。からえらく食らっちゃいましたね。
当ですね、キリキリバットさん。はい、誰か上がったよ。はい、アリーナさんね、ヒットポイントが4。3しか増えないんだね。はい、次は誰？クリフトさんね、最大ヒットポイントが3、マジックパワーが3。パラ的に4か。あ、ブライさんも同時に上がったね。最大ヒットポイントが2、マジックパワーが5。あー、力と素早さが上がらずいね。まあ、ちょうどいいから止まっちゃいましょう。夜まで様子見たかったけどね。1人2ゴールド安い。あ、ベスだが出ました。おお、クリフトさん3もダメージ受けるんだ。まあ、ブラフさんはね、防御力ないから仕方ないとして。はい、看板てっぺんの村こっちですよとかいうやつだよね。あ、やっぱりですね。順調順調。この土わらしかな。まあ、また単体でしか出てきてないですけどね。また4でしたね。6増えましたね。ミミトビネズミね。あ、稼いだ。いかさん、最大ヒットポイントが、あ、マジックパワーが3。よいしょ、5ね。呪文が覚えないね、まだ。ブライさんも一緒に2の5。あ、素早さ1上がりましたね今度は。
まだ余裕あるから、3連発決めたら今やられてたかもしれないけどね。おお、ごか危ねえなはい、お金は貯まりやすいよね。飛びネズミをね、一発でやれてないからまだまだですよね。あー、どうしようかな、まあいいか。仕留めれなかった。数が多いんでね。お、夜になるよ。お、ちょうど上がりましたね。はい、アリーナさん、最大ヒットポイント3、5ですね。あら、入れないよ。あれ、あ、あれ、そうね、ここが離せに行けないから、よいしょ。クソ、マロンニのやつうまいことやりやがってとね、俺もあいつくらい歌が上手だったなとね。ほう、どこからともなく澄み切った歌声が聞こえる。これは気持ちよく眠れそうだと。夜でも武器屋さん、防具屋さんかてるんですね。上は誰もいない。マロニの歌は いつ聴いても素敵、うっとりとね、輝くもうやめときましょうか。三日月肩抱く星々ラララとね。
ああ、そういや、ここの立て看板読んでなかったね。ちょっと待って、そんな装備じゃ危ないぞとね。ちなみに、お城の方が入れなかったりするのかな？よっ。あ、入れてくれないんだ。ああ、入れてくれる。ああ、見回りとかね。はい、姫様いけません、むにゃむにゃ。この奥の部屋もね、鍵がもらえればまた変わってくるんだろうけどね。これはこれは、今ちょうど姫様のお話をしておったところでございますね。うちの姫様はどうして、あ、おてば、いえ、お元気なんでしょうねと。ふむふむ、するとここのお姫様が旅に出る。もちろん人に会いませんよ。何しろ私は口が固いので有名ですから。わっはっはーとね。あ、よかった、よくぞご無事でとね。まあ入れてくれないからね。うん、はい、ではですね、ちょっと、あら、うまく入れないな。止まったところで終わりにしましょうか。あ、まあセーブの場所にいて終わりにしましょう。はい、真ん中だったね。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。